またため息。今日だけで何回目さ。いい加減うざいよ。ひどいよマスミ。千葉となんかあったの？ひなと友達のままでいたくないなって思っちゃった。ひなと友達になってから6年、一緒にいれるだけで楽しくて幸せだった。俺に手を伸ばしてくれたあの日から、太陽みたいに眩しくて、俺にないものをいっぱい持ってて、ひなの後ろを追いかけるだけで満足だったのに、俺ひなと恋人同士になりたい。もし追いかけるんじゃなく、ひなの横を一緒に歩けたら、手をつないで抱きしめることができたら、ひなに好きだよって言ったら、俺もって笑ってくれたなら、幸せすぎて死んじゃうかもしれない。死ぬって大げさだな。本当のことだもん。最近ひなのこと考えるとどうしようもなくぐちゃぐちゃする。初めて見た花神のこういう顔。しっかり恋してんな。いいじゃん、付き合えば。そんな簡単に言わないでよ。なんで？ひな変なとこ鈍いし、俺が告白しても伝わらないよきっと。またゆいは恥ずかしいこと言って。俺も好きだぞ。ああバカ犬だもんね。じゃあもっとストレートに押してみたら。花神の今の気持ちをそのまま伝えてみなよ。今の気持ち、たった今。いやーマジ難問。また赤点の予感しかしね。それな。ひな、おかえり。ただいま。ん？何？どうしたのゆい？あのね、俺ひなとエッチなことがしたい。ひな？花神くんがエッチって言った？いや、ストレートってそういう意味じゃ。いやー、花神くんのお墨。やった、花神ド直球。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。